ですか、もしよろしければ椅子のご用意もできますので、山梨弁で言うとちょっと偉いなという頭まで、はい、もし偉くなってきたら、言っていただきたいと思います。はい、さあ風林火山会長に撮影が進んでもう15回のあたりまで、ね、撮っているということが先ほどお話ございましたが、これまでに何かこう撮影秘話なんかがありましたら、ぜひぜひ秘話裏話ですね。そうですね、風林火山館ってありましたね、はい、そこでずっと撮影してたんですけど、風林火山の旗がありますね、はい、早きこと風の、はい、旗を立てるのに、なかなか風が吹かない日ですね、はい、ガンと立てたもののこう無風状態で全然旗がはためかなくて、でもうこれじゃあ僕ら1年間頑張れないよと、これじゃあね、シナの制圧もできないじゃないかと、で扇風機を持ち出してまた、ただね、やっとはためき出したんです。そしたら今度は千葉真一さんが、この旗を立てる勢いじゃないよ君出てきまして、それでもうその旗をバッと立てるシーンだけで数時間使いましたね。それとか、まあ、あとはもう天候には最初すごく恵まれてたんですけども、やっぱり途中から雨も入りまして、寒い日の雨なのかというと本当に水たまりができちゃうんですよね。それをスタッフさんがもう全部同期で、そういって僕らが演技したりとか、結構大変な天候に振り回されるところがしまいました。でもいろんな方の、そういうスタッフの方の縁の下の力持ちの皆さんの、ね、支えがあって、今会場に撮影が進んでいるということですが、はい。